し上げます。ただいまより日本電気ガラスブースにおきましてプレゼンテーションを始めてまいります。どうぞ皆様ステージ前にお集まりください。スマートフォンやタブレット PC などのカバーガラスに使われている化学強化専用ガラスです。では画面にご注目ください。ご覧のように従来のガラスに比べ数倍の強度を持ち、割れにくく表面への傷もつきにくいといった優れた特性を持つカバーガラスです。ガラスの表層部でイオン交換を行うことによりガラス表面に圧縮しようとする力が働き、強靭なガラスが生まれるんです。日本電気ガラスの強化ガラスは衝撃性に強い、傷がつきにくい、グリーン材質といった様々な特徴を持っています。現在需要が急増している携帯型端末のタッチパネル画面を傷や衝撃から守る最適なカバーガラスとして使われています。続いてご紹介いたしますのは太陽光発電に使われるソーラー用ガラスです。効率が求められ様々な太陽光発電のシステムが現在も開発されていますが、日本電気ガラスの最先端技術は結晶シリコン型、化合物型、そして多接合型など様々な太陽電池に使われています。現在普及率が一番高い結晶シリコン型太陽電池パネルには電極材料のバインダーガラスとして銀電極やアルミ電極に日本電気ガラスの粉末ガラスが使われています。化合物型太陽電池パネルにはガラスの歪み点や軟化点が一般的な窓板ガラスよりもかなり高くデザインされた高歪み点ガラスが基板ガラスとして使われています。そしてこれからの太陽電池である変換効率の高い多接合型集光タイプにはフレネルレンズで集光した光の照度を均一化し照明石化するレンズとして使われています。今私が持っているこちら、皆様見えますか？いかがでしょうか？見えませんよね。実はこちら今話題の見えないガラスなんです。この見えないガラスにも日本電気ガラスの最先端技術が使われています。では一体どんな技術が使われているんでしょうか？こちらのガラスの表と裏に反射を防ぐ膜が施されているんですが、この反射防止膜がすごい威力を発揮しているんです。一般的なガラスの片面の反射率は約 4% です。それに対してこちらの見えないガラスはわずか 0.08%、 なんと普通のガラスの50分の1という反射率なんです。ここまで反射を抑えるとご覧のように
樹脂のいいところを集めたこの積層体。では特徴をご紹介しましょう。まず一つ目は軽くて衝撃に強いという点です。たとえ割れてしまってもガラスが飛散することはありません。続いて傷がつきにくく、水蒸気や酸素などのガスは一切漏さないという点です。こうした特徴を持つことから軽量化が求められる携帯型端末や建材、そしてショーケースなど様々な場面で活躍できるとこちらも期待されています。今回ブース内ではこの積層体と普通のガラスの重さを実際に比べていただけるコーナーを向かって左手のニューテクノロジーコーナーにご用意しています。後ほどぜひお立ち寄りください。続いてご紹介いたしますのが液晶レンズです。この液晶レンズはご覧のようにとっても小さくて薄いんです。レンズの厚さは 0.5 ミリと世界最薄です。また消費電力も世界最小です。そしてこの液晶レンズにも超薄板ガラスなど日本電気ガラスの最先端技術が使われているんです。では簡単に仕組みをご説明しましょう。液晶分子が電圧を加えることにより向きを変え、屈折率分布を持つことによりレンズの効果を発揮させることができるんです。これからますます薄型軽量化が求められる携帯型端末の内蔵カメラ、その他産業